どうでしたか？え、曲の話していい？配信で。すごい今する気満々だったんだけど大丈夫ですか？しても、うん、なんか昼声終わりとかネタバレしたくないからあのツイートとかしなかったんですけど、うん、OK？ じゃあします。あ、ギフトありがとう。はい、今までは冬ブロックでぎこちない通学電車と渡り鳥たちに空は見えない、ギフトありがとう、やってたんですけど、今日から新しく2曲追加されて2曲変更になって、春はどこから来るのかと HKT さんの桜みんなで食べたの2曲を披露させていただきました。どうだった？予想当たりましたか？外れましたか？うん、いやもうこれはね絶対劇場で見てほしい。本当にね超楽しい超楽しい、超楽しかったです。うん、まあでも春どこはもうね NGT の春曲とかね、あのこの間のコンサートでもね昼夜通してどっちも披露させていただいて、もうなんかコンサートをコンサート終えてより好きになった楽曲で春どこは、で今日、はい、春ブロックにまた追加されてできてよかったです。そうなんですよ、なんか改めてもう歌詞が良すぎて、うん、ね、あのイントロとあの歌詞とすごいいいですよね。そうなんで、それでですね、あの春どこは日向さんのポジションを私やらせていただいて、すごいやっぱりね、あのやっぱりすごくなんかそこに立つと気持ちがキュッて引き締まるというか、うん、本当ありがたくて嬉しい気持ちはあるんですけど、そのこの曲をもっともっとなんかまだ、まあ、今日が初めてだったからまだまだだなと思ったので今日やってみて、うん、公演重ねるごとにちゃんと自分のものにできるように、自分のものにというかあのちゃんとあのポジションにふさわしいなんか人になれたらいいなってすごい思いました。ね、うん、そうなんですよ。いい歌だ、本当にいい歌。すごいドキドキした、うん、で2曲目のサクタベ、ね、この公演、思い出公演はこう基本的に全編 NGT の曲で構成されているので、やっぱね他のグループさんの楽曲ができたのも嬉しかったし、何よりも盛り上がるね、もうコール皆さん完璧でなんか踊ってくださる方もいらっしゃったりとか、すごい楽しかった。そうで、サクタベはあのなんかサインボールをね投げるんですよそう、サインボール、そうなんです、サインボールがあるんですよ、すごいよねどうしよう今日は自分にはまだ回ってこなかったんですけど、まあ、今後おそらく私も
投げる、うん、投げさせていただくことになると思うんですけどそう、私も投げます。うん、そう、すごい難しいらしいよ、コントロールが。私まだ投げてないんだけど、コントロールすっごい難しいらしくて、ちょっと練習しようかなって思ってます。うん、そうなんです、ランダムだから。そう、ランダムだから、うん、私コントロールすごい全然ダメダメだからさ、あの、頑張ろう、練習してちゃんと、うん、でもまあそんな2曲だったんですけど、はい、うん、ちょっとコントロール どうやるんですか、教えてほしい、難しい。うん、左投げかな左投げで、って感じなんですけど、楽しみです、ボール投げも。だからぜひ、公園ね、入ってください。ぜひぜひ劇場に。あと、先ほどアルサポ Q の動画がアルビレックス新潟の公式 YouTube チャンネルの方にアップされて、私がリポーターをやったやつです。うん、ぜひぜひ、あの、ちょっとみんなにお願いがあるんですけど、コメントしてください。ぜひコメントしてください。なんかコメント見てるっぽい運営さんが、うん、だからぜひコメントお願いしますね。私もめちゃくちゃ待ってた。うん、ありがとうみんな。そう、まあれで前編だからすごいすごいよね結構長編、嬉しいですよね。うん、ありがたい本当に。しかもさすがのアルビさんも再生回数どんどん回ってて、すごいこれはありがたい機会すぎるなってね、またリポーターやりたいな、うん、ってすごく思ってるので、ぜひコメントをお願いします。でもすごい、初めてにしてはなんか、そう、初めてだったのに、なんかあんまりこうお断りされることがなくて、ほとんど、うん、だからそう、アルビのサポーターさんが優しすぎて全く断られないの。いいですかって言ったら、はい大丈夫ですよみたいな、いいんですかって。私もう頭の中で何回も断られるのをイメージしてたから、ちょっとみたいな、うん、いや皆さんが優しすぎて、うん、びっくりしちゃいました。うん、嬉しかったし楽しかった。やっぱ本当に楽しい、ああいうの、うん、だからぜひぜひ動画アップされたので、20分というとても長い、ありがたい動画になってます。見てください。今日の髪型はじゃん、夜はハーフアップで、お昼は久しぶりに三つ編みしたんですよ。そう、もう髪型めちゃくちゃ迷って、今日も今日も今日とヘアメイク呼ばれて、椅子座ってもまだ決まってないの、ね、どうすればいいですかって。うん、でその今日お昼なんか編み込みおろしにしようと思ってたんだけど、途中で帰ったから本当よ
くないよね。うん、すごい迷ったんだけどね。うん、ハーフアップはこのふわふわにふわふわ巻きにしました。最近ハマってるふわふわ巻き。そう、三つ編みもねすごい可愛かったんだ、お昼の。まあね、また来週は私次4公演になるので4回また髪型決めるんですけど、どうしよう。うん、三つ編み似合ってた？そう、衣装に合ってたよね、わかる、ありがとう。衣装も変わったんですよ、嬉しい。あの衣装、世界、あれ世界の人への時の衣装だもんね。なんかそのイメージが強くて、私がちょうど加入したての頃だから、世界人の時は、だからわあこれ先輩着てたわみたいな、あの頃の初期のもう入りたての時のあの思い出がすごい蘇って、そうね。チャチェックめちゃくちゃ可愛い、可愛いし、私はあの曲、違う、あの衣装で、そう、世界の人へ踊れたことがなんか感動しちゃった。なんか、うん、そう、そう、当時の、まあ、武道館とかとかもほぼ初めてのステージが武道館で、本当右も左もわからない中で、ただ先輩のもう背中を追いかけるってた時、もう必死になって食らいついてた時だったから、ほんとそんな偉大すぎる先輩のね、あの武道館のあの時のあの衣装を着て今日思い出公演で世界人をやるっていう、なんか感動しちゃったな。うん、思い出しちゃった、いろいろ。ね、だって今さ、あの衣装を着て真ん中に立たせていただいてたりもするから、なんかうわーと、すごいよかった、ここまでここまで頑張ってきてよかったって思った。まさかね、あのポジション0番に立てる日が来るなんて、ね、思わないから、うん、ありがたかった。ありがたいですよ、当時の私に言ってあげたい。うん、嬉しい。そう、今日の MC でもちょっと触れたんですけど、4月の今月の28か9が2期生オーディションの最終審査の日で、うん、でだったんですよ。どっちだっけ、28だっけ、29だっけ、28かな、ちょうど6周年です、来週。うん、そう、6周年だ、28か、じゃちょうど公演の日なんだ、わあ、え、嬉しい、公演の日だ、そっか、よかった、いるわ私その日。だそうです、当日ですね、わあ、そんな28日で最終審査から合格した日から6年、丸6年で、もう7年目に入るんですね。うん、そっか、7年か、すごい、まだ早いか、まだ早いですね。まだ早いんですけど、はい、この話はまた後々するとして、でも本当ここまでね、 NGT でいられてすごい幸せだし、なんか6年って聞いて、まあすごい長いのかな、私あんままだ長いなと思わなくて、そう、まだまだその
叶えたい目標もいっぱいあるし、まだ6年かって思っちゃうえ、まだまだだよねって、うん、思っちゃうので、まだまだ頑張るんです、私はまだまだいますそう、まあいろいろね、その私たちの48グループの6年って聞くと、まあその長いと思う方もいらっしゃるかもしれないけど、本当個人的には全然まだまだだなって思う。そう、まだ6年もっともっと痛いです、はい、だからそんな気持ちなので私は、うん、ね、そうですよ、だからこれからもよろしくお願いします。うん、すっごいなんかこんな萌え台詞が苦手なアイドルだけど、でもさ、私さ、みんなの前でああいう場所でやるのが苦手なだけで、おしゃべり会の時とかはさ違うじゃん、みんな分かってると思うけど、けどさ、あれは本当の私じゃないの、うん本当に、だからみんなにはまだ秘密なんで、私の本当の姿は知らないのみんな、うん、そうめっちゃ喉鳴っちゃったでしょでしょ、ふん、こんなもんじゃないから、そう そうです、本気出してないだけだからとか言ってみる、でもああいうみんなが見てるとこではちょっと本当に恥ずかしい、何何ってか萌え台詞って分かんない、私何それ分かんない、分かんないよそんな、うん、なんか私がさそこでなんか本気でやったらさ、いや本気で本気でできないんだけど、そこでさやったらさなんかさ変じゃん、私できないし、できない、できないもん、できないもん、できないの、できないの、できない、本当にできない、うん、そう、大丈夫、今日滑ってたよねすごい反省うん、滑ることは全然いいんだけど、大丈夫だったかな自分って、あの全然本気で嫌なわけじゃないのであれそう、なんならすごい振られてあ美味しいって思うから、うん、そう、だからああいう無茶ぶりとか、まあ今日はもうガチの無茶ぶりだったけど全然してほしい、うん、ね、そうで、そう、本当に滑るのはいいことだそうだよ、なんか滑った先に見える景色素晴らしいですはい、ごめんね滑る推しメンで
こんな滑るし、萌え台詞もちゃんとできないし本当にこんなおしめんでごめんなさいこんな、ね、うん、そうなんです。でも今日の MC も楽しかった。あの今日夜やった説教大会は、そうあれカイリが意見出してくれて、そうで私がそれに乗って、それやろうってなってめっちゃ面白かったよね。よかった、らしさ出てたね NGT のうん、ああいうね、ほんと台本なしのもうどうなるかわからないみたいな MC 大好きそう、団体芸みたいなやつ、うん、やあれができるみんなもすごいなと思うしやっぱもう私はリリカに振ってよかったと思った。もう心の中でドヤ顔した。リリカナイス、私はあなたに振ってよかったって、うん、ね、なんかでもちょっと羨ましさもあるな、リリカとかカイリとか喋るだけですごい面白いし、喋る言葉も面白いし、すごいね、羨ましいって思ういつも、うん、ね、思うよ。なんか私も面白いこと言えるようになりたいし、うん、そう、なんかすごいリリカとかカイリって多分無意識なのかな、まあでもちゃんとこう、いや無意識でもちゃんと空気を作れるよね。そう、自分の空気にできるっていうか、うん、なんかそれすごいなと思って、多分喋り方とかトーンとかもう全てこの自分の持っているものが、うん、すごすぎて、あ、すごいすごいなって思うし、自分にも欲しいなって思う、うん、そうそう、だから私はさ、そういうことができないからいろいろ情報収集をしてるの、いつもいろんな、うん、幅広いジャンルの動画見たり番組見たりして、うん、ね、そうなんだよ、全然まだできないけど、うん、わかる。神手のカメラあれ今日動いてたねあそこになった。滑るだろって空気を作るのが上手いと知ってます誰やっぱでもそれもさ、滑る、あ、この人滑る3秒前だみたいな空気を作るのも、これはいいことだと捉えよう。いや、わかんない、いいことなのそれ、うん、そっか。でもそれでみんなが笑ってくれるなら嬉しいし、
でもそういうの嬉しいかも。そういう私をちゃんとあのなんかなんていうの、自分はさ全然いいと思ってないからさ、滑ること滑りたくないんだよ。そうでもそれをいい意味に捉えさせてくれるの本当にありがたいんですよだからもっと言ってください。いいのか分かんないけど、でもみんながいいって言ってくれれば私はそれでいいですね。この際もう滑ることを快感だと思って極めていこうかな。いやそれはしないです、ごめんなさい。いろいろでも試してみます。確かにね、滑らない人がいるならば滑る人がいてもいいじゃないかっていう私は滑りたくないと思ってるけど、うん、でも楽しいよね MC って。本当に MC いいな、好きです、あの時間。うん、MC はもっと極めたいですね。みんなで面白くしたい、もっともっと、うん、毎回面白い、嬉しい。でも本当にちゃんと毎回全部面白いなんかって思ってもらいたいから、そう、よかった。多分思い出公演は最初本当に MC とかもだいぶ改良して改良して、時間とかもね、話す内容とかも常に改善し続けているので、どんどん良くなっていくんだろうなって私は信じてるし、うんね、いろいろ工夫していきたいですね。ね、だって多分 MC をすごく楽しみにしてくださってる方もいらっしゃると思うので、もちろん楽曲もだけど、いろんなタイプがあるじゃない、楽曲をとにかく見たいとか、と MC もすごい楽しみとか、うん、とかさ、ね、そんな中で、あとは NGT とかあまりわからないっていう方も入ってくださってるし、うん、そう、今日も初めて劇場来たって方もお見送りでいらっしゃって、だからさ、もう常にいつどの公演に入っても超満足、大満足してね、劇場出ていただけるように最後なんですよ。私はその中でもすごく MC も頑張りたいなって思ってるから、
ね、これから公演もどんどん増えてって、そうゴールデンウィークとかもあるからね、うん、きっとゴールデンウィークもたくさんの方に来ていただけると思うので、はいね、あと来週は4公演だし楽しみ、嬉しいな、公演がいっぱいあるということはそれだけなんかチャンスもいっぱいあるってことだし、うん、そうだよ、自分が成長する場がもっと増えるってことだし、もうほんといいことしかない、レッスンもできるしみんなに会えるし、はい、コール浴びれるし、お主催も見れるし、いいことしかないんですよね、うん、そうだから公演いっぱい出ます、はい、そうね、当てて、週末ね、ウィンクもできるし、今日もしたし、練習したし、ウィンク決まったし、なべちゃん可愛いって声も聞く、お、本当嬉しいな、そうだね、30は遥かと初めて一緒に出れる日だし、うん、あ、ウィンク分かんなかった、回収できなかった、もっとやるようん、もっとやります、ウィンクどこでしたかな、じゃあ分かった、ちゃんと分かるようにするね、あ、そう、あのね、カメラにもやったんだ今日、それかもしれない、こっちのウィンクも回収したよじゃあみんなに回収してもらおう、ね、DMM も見てない、うん、あ、なんかさ、今日のお昼公演でどうやらおへそが出てたみたいでそう、なんかね、ベルトをこうきつい方じゃなくて緩い方にベルトつけちゃったみたいな、ボタンね、そう、それでおへそがこんにちはしちゃってうん、気づかなかった、私出てたこと、でも私は別に隠したくて、その見せたくなくて隠してるわけじゃないんですよ、普通にこうズボンが下がるのが不安だから隠したんじゃないんだよ、不安なの、あのデニムがなんか下がるのがそう、だからベルトきつくしてもらったのそう、なんかさ怖いじゃん、これ全部下がっちゃったどうしようとか、結構踊る曲だから、だってさ、じゃあどうするの、デニムがパッて下がっちゃったら全部嫌でしょ、私は絶対嫌だようん、そう、それが不安になっちゃうの、なんか緩いと、そんなことにはならない、なれないから、うん、そうだよはい、だからおへそは見れません
そうベルト緩いと下がってくるのあれ。そうです。ずり落ちたら困るので。おへそを隠してやる。そうだから見せたくなくてやってるわけじゃないんです。だからごめんね。ごめんね。でもみんなそんなこと言ってさ、見て衣装さんの連絡先教えて。やだよ。私も知らないし。うん。私のベルト勝手に調節しないでね。そうなん。でもさ、みんな見ないでしょ、そう言って。私はいつも言ってるけどさ、みんなのこと見ててさ、私のおへそ見てるなと思ったことないもん。うん、気づかぬうちに見てるってこと？私が。そうそう、いつも目が合う気がするから、てか目合ってるから。そっか、じゃあみんなうまいことやってんだ。うん、右目で顔を見て左目でおへそ。そんなことできない。まあうまいことやってんだね。うん、ななみんがお客さんだったらおへそ、おへそ見ない。見るわ。見るわ。うん、見ちゃうと思う、正直。全身見ちゃう。うん、なんかもうこの子の全てを視界に入れたいと思っちゃう。ああそういうことか、うん、私が推しメンに対してそう思うかも。でももし劇場で近くでさ、そう見れたら、うん、見ちゃうわ。そういうことか。まあもちろんお顔はもちろん見たいけど、でも見たいわ。なんか全てを見たいって思っちゃう。思うよ、思うわ、思う思う。うん、そうそう、分かった、みんなの気持ちが。じゃあみんなは逆に、そっか、私のこうもう全てを取りこぼさずに見てくれてるってことだね。うん、頭の先から足の指先まで。それは嬉しい。いいことじゃん。うん、エラッチです。嬉しい。分かった。じゃあ許してあげる。出すとは言ってないけど。上から下派か下から上派どっち？知らないよ。上から下だよ。
うん、足細かった？そんなことないんだよ。今日朝さ、家出るとき家から着圧ソックス入ってってさ、なんか今日もう足が重たいっていうか、朝起きて、もう起きて分かったの、足が重い、絶対にむくんでいるって思ったから、着圧ソックス履いて家出て、ずっと履いてて、もう開演前着替える時に脱いで、そうしたら足のむくみ取れてた、よかった。 そしたらさ、その跡がついてさ、ほんとシマウマみたいになってたの足が。でも頭のオープニング曲全部終わったら治った、戻ってた。そう、いや着圧ソックス優秀ですね。そう、跡がつくってことはすごいむくんでるってことなんだよ。そう、だからちゃんとお風呂上がりのマッサージをしなきゃだなと思った。DMM 映ってないだろうな、さすがに。さすがにね。そう、今日とかなんか暖かくなってきたからかな、すごいちゃんと最近本当に嬉しいのが、ちゃんと汗かけるようになってきて、うん、その今まで不安になるくらい汗が出なかったんだけど、でも今日とかもうここら辺びしょびしょだったし、なんか中の方もそう、あ、汗かいてると思って、代謝が上がった。うん、よかった、いいことなの、これ本当にいいこと、ありがとうギフト。代謝が良くなるのってすっごい大切なんだなって身に染みて感じる。うん。その私首から上が全く汗が出ないから、もうここから下はもうほんと汗頑張ってかこう。顔はね出ないんですよ、ほんと私赤くなる人で、なんか2タイプくらいあるじゃん、ほんと汗が出る人と顔、あと真っ赤になる人、私は真っ赤になる人なんですよ。だから小学校の頃マラソン大会終わりとかもうタコ、ゆでタコポーってそう、もう信じられないくらい顔赤くなるのさ、どうしたってくる。うん。でもよかった。こう改善さ、そう、このタコタコタコ、これこれになるの私。タコがタコが来た。うん。で私それがコンプレックスだったんだよね。顔赤くなるのが本当に。未だにそうなんだけどね。すぐ顔真っ赤になる。ちょっと恥ずかしい。タコが来た、いっぱいそうなるんです。だから最近は代謝が良くなって安心してる。うん。でもそう、あのね、水分をもっと取らなきゃいけないんだと思う。今日とかもあんまり飲んでないんだよね、一日通して。その普段あまり水分ほんとちゃんと意識的に取らないと全然飲まなくて私。うん。だから喉も乾燥して声枯れるんだろうなって今思った。
ちゃんと水飲まないと。水飲まないんだよね。そう、すごい良くない。だからむくむし、うん、なんだよね。ちゃんと飲む、本当にちゃんと飲む。でもだから今日は本当汗かけた。こっから下めっちゃポタ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 だった自分でも分かったもん、汗かけてるわって、うん、いいことです。そう、汗かきすぎてさ、昼公演終わりとかも寒かったもん。あ、汗冷えてる。でもちゃんとお水飲みます。来週は4公演だから。あ、ギフトありがとう。4公演でね、そう、熱中症とかも気をつけないとだから、皆さんもね、飲んでくださいね。コールいっぱいしてくださってるから、うん、私よりみんなが心配。飲んでね、お茶、水、お互い体調気をつけよう。うん、そう、風邪ひかない、本当に。でも最近は体調安定してて、あんまり体調崩してないんですよ。うん、そう、リハーサル期間、コンサートのリハ期間、一回も体調崩さなくて、熱出るとかなかったからよかった。もう本当体調崩さない。うん、今まで以上に超気をつけてます最近は。手洗いうがいとかもちろんなんだけど、あとちゃんと薬飲んだり、 R1 飲んだり、漢方飲んだり。花粉症で、花粉症だわやっぱり私。薬で耐えてる。でも目がすごいひどい時もあるし、鼻がひどい時もあるし、うん、そう、あの、そう、黄砂も影響あるらしいね。この間すっごい目が痛くて、これ黄砂だなって思ってたんだけど、気をつけようね、お互い。ゴールデンウィークに向けて、ゴールデンウィークもいっぱい公演あるので待ってますね。じゃあ今日はこの辺で、ちょっと短くてごめんなさい。この辺で配信終わらせていただきます。ランキング読みます、いきます。じゃあななみの73位からいきます。73位、あきひろ、ありがとうございます。13位、りゅうちゃん、ありがとうございます。12位、はる、ありがとうございます。11位、みちおちゃん、ありがとうございます。10位、せってんが、ありがとうございます。9位、ゆい、ありがとうございます。8位、ハードチューンやす、ありがとうございます。7位、たかのん、ありがとうございます。6位、しんご、ありがとうございます。5位、お酒、ありがとうございます。4位、のりの、ありがとうございます。前回どうだった、ありがとう、すごい、前回だって4桁、で3位、りょうすけ、ありがとうございます。2位、みったん、ありがとうございます。そして1位、日焼け、ありがとうございます。今日も公演終わりで皆さん遅くまでありがとうございました。また配信する、明日もやりたいなと思ってます配信。また配信するので来てください。
じゃあ髪取って終わるわこのね、うん、くくって、そっか6年で1000回だってありがとね。これからもバンバン配信していきますありがとう。じゃあおやすみ、またね、待ってます。いろいろチャットとかメールとかいろいろインスタとか待ってますありがとう、またね。1000回記念。